母の日の10日、スポーツを通じて家族の絆を考えようと、千葉市内で開かれたイベントに、レスリング女子の吉田沙保里選手が登場し、母親への日頃の感謝を込め、力強くオリンピック4連覇を宣言しました。改めて本当に素晴らしい。レスリングのコーチでもあった最愛の父、英勝さんを去年亡くした吉田選手ですが、この日は母親の幸男さんと笑顔で登場しました。今も全然変わらないです。過去3大会のオリンピックの金メダルを披露した後、来年開かれるリオデジャネイロオリンピックでの大会連覇を誓いました。まだね、代表決まってないので今年中になんとかこうリオのオリンピックの代表を決めるように、頑張って、いきたいなと。で、決まったらやっぱり4連覇、世界の中でも女子選手はね、世界でも4連覇した選手がいないので、まあ日本ではね、もちろん一人もいませんので、4連覇できるように頑張っていきたいなと。ロンドンオリンピックで3連覇を達成した際、父親の英勝さんを肩車した吉田選手。この日は幸男さんを肩車し、日頃の感謝の気持ちを表しました。お母さん、ありがとう。ずっしりきました。この重みはやっぱりこう今まで育ててもらった感謝の気持ちでね、そうですよね、こう感じることができたんで、はい、よかったです。お母様、はい、どんな気分でしたか？ああ、もうすごく気持ちよかったです。はい。もう一つ沙保里さんにこう期待してらっしゃることが、はい、ぼちぼち結婚ということも考えてほしいなと。もう年齢が年齢なので。ずっと考えてますよ。ずっと考えてるんですけど、なかなか彼氏ができないので。